真っ白や。すごいな、ここめっちゃ綺麗やな。すげえ。すごいな、すごいここ。ね、アドベンチャーワールド明日からまた2日間行くんですけど、まあ、今日は、まあ、天気が持つみたいで、あの白浜のね海岸をね見たことがないんで来ました。綺麗ですよね、この砂がね綺麗です。沖縄の砂もね、まあ、見たことないんですけれど、白浜の砂の方が綺麗やっていう話なんで、いいですね、海の音は。今日はですね、この後白浜海中展望台っていうところにも行こうと思っています。まあ串本にあるようなね海中展望台みたいなとこみたいなんですよ。でホテルのキーテラスっていうホテルがなんか経営しているところみたいで、今日はそこへちょっと見学っていうか海中展望台見に行きたいと思います。まあ海の底がね見えるから綺麗って、まあ濁ってるのみたいなんですけどね。
ですよね、これね、砂が。こういう感じなんですよね。3号なんですけど、パンダの黒潮ではなかったんです。それがですね、ダイヤ改正、 JR 西日本がね、3月の16日に、まあ、ダイヤ改正したと思うんですけど、新大阪発の、午前中のやつ3号はオーシャンアローになってたんですが、パンダになったりとか、287系が来るみたいです。で、私が14日に乗る黒潮32号も、287系みたいですね、どうやら。なかなかね、JR 西日本で電話もね、なんか大雑把で教えてくれないんですよね、うまいこと。わかんないのか、なんかよくわかんないんですけど、パンダに、3号とかね、32号はね、パンダになることもありますので、昨日はパンダやったんですけどね、今日はパンダでなかったんですよ。普通ののっぺらぼうの黒潮です。明日はなんか雨みたいで、今夜のね、一応17時から明日の13時ぐらいまで、この白浜は雨になっていました。まあ、とはホテル行くだけなんで、まあ雨どんどん降ってもらったらいいと思うんですけどね。まあしょうがないですよね、天気には勝てませんから。これはね、白浜グランドホテルみたいです。一応ね、ホームページとか、Google マップで調べたら、白浜グランドホテルを見たら、まあ、この白浜に面して建っているみたいです。もし間違ったら申し訳ないんですけど、あのホテルからも海が見えるみたいで、安い部屋に泊まるとちょっと海が望めないっていう話も聞きました。で、やっぱりちょっとね、海が見えてる部屋はちょっといい値段するみたいですので、2人から泊まるとお得ということなんですよね。泊まろうかなと思ったらね、ちょっと1人ではちょっと泊まるってのは無理みたいでっていうことです。まあ、白浜グランドホテルで、まあ、間違いないと思います。すごいね、晴れとったらいい日になったと思うんですけどね、ちょっともったいないんですけど、ちょっと波の音を楽しみください。
Thank you.
なんかあそこでもホテルがあるみたいですね。なんか立派なホテルです。今日ね、あの東白浜、明日泊まるね、白浜上映の前で通ったんですけど、まあ結構ね、立派でした。あの結構ね、人気あるので、あの本当はね、一泊だけ泊まるつもりだったんですけど、まあ2泊泊まって3泊、2泊3日しようかってことで、それで白浜上映をまあ明日撮って、で後からあのホテル船長のね、あのゆかリゾートエコノミーを撮りました。一応ですね、あの船上から見える、あのホテル船上から見える海っていうのは申し訳ないんですけど、まあ少ししか海がまあ見えないホテルなんですね、あそこは。で白浜上辺の方はあの海が結構よく見えるそうなので、あのまあこれはしょうがないと思いますけど、あの白浜最長楽はなんか海が見えるんですかね、あれ僕まだ泊まったことないんですけど、なんか空港にも近いだけみたいで、あの白浜のね、あのゆかリゾートはあの白浜最長楽とね、白浜御苑と、ホテル船上っていうのがあのゆかリゾートグループ の一応白浜のホテルで、あともう一個和歌山にはあります、あの南紀勝浦腰の湯いうところもゆかリゾートがやっています。また行ってみたいなと思っています。あそこは露天風呂もあの部屋についてるみたいで、あのそれでもねそんな高くなかったですが、まあ、でも人気でねすぐいっぱいになっちゃいますから、あのよかったら行ってみてください。和歌山はね一応ゆかリゾートはしてはね、一人でゆかリゾートはちょっと宿泊することができませんので、これはちょっと電話でも無理なそうです。あとまあ大型連休とか、あの5月の連休とかあったと思うんですけど、あの日も一緒で、あの一人で泊まるっていうのはちょっとあの無理みたいで、インターネットでも電話でも無理みたいです。であくまでもやっぱり2人から泊まってもらいたいっていう、まあシステムになってるんですかね、あれ。それでまあ、平日はね、一人でも宿泊することはできます。あの、部屋がね、あの、いっぱいになってくると、値段が高くなりますので、値段変動制です。電話よりか、インターネットの方が、最大3,000円ぐらいは安くなるみたいなので、一応、音声によって、いたらいいんですけどね。僕はいないんですけど、まだ。まあ、またね、いたら一緒に行きたいなと思ってます。やっぱり一人は寂しいですよね。まあでも一人だったら勝手が できますから、ね、勝手が できます、勝手気ままが できますから、ね、わがままやと思うんですけど、行く人がいませんから、今のところ。